はい、皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店てるかいざーです。はい、今日はですね、アミューズメントでこちらの方を撮ってきました。グレーンコントローラーキーリングという形でね、カラナビ付きいつでも遊べるというふうに書いております。結構ねこれ重さがありまして、多分ね力がないね、UFO キャッチャーだとなかなか撮りにくいかなと思います。まあ、今回ね、これたまたま取れたのは、多分ね、金額設定がね、上限達して、たまたま取れたのかなと思っております。ね、なかなかこれね、ゲームセンターでね、アミューズメントで取れなくてね、皆さんどういうもんなんだろうというのがね、わからないと思いますので、じゃあね、私の方で開封レビューできればなと思っております。はい。実際ね、表の方にはね、こんな感じで、グレーンコントローラーキーリングというふうにね、印刷されております。で、これカラナビ付きとね、いう感じになってまして、なんかね、アルミの蓋が、なっていて、ケースはね、プラスチックになってますね。それ以外特にね、周りはないかなと。はい、じゃあこれ早速ね、開けてみましょう。はい、ね、まあ開けたところで別に何もないんですけどね。はい、こんな感じでね、そのまま、ね、入っています。これ確かね、前回あのね、クレーンゲームのね、クレーンのね、爪の部分がね入っている、ものがあったんですけど、今回はねコントローラーという形でね、だんだんね、クレーンゲームのねパーツをね売り始めたという感じですかね。はい、実際ねこちらの方は、こんな感じのコントローラーになってます。先がね、いつものね、コントローラーの、ね、部分と、下のね、台の部分があります。ちゃんとね、電子版がね、下に、ついているんでね、まあ、本物なんじゃないかと思います。で、裏がね、まあ、こんな感じで、そのまま機械になってますね。裏はこんな感じです。で、この辺にね、実際に、差し込むプラグがついているので、本当にね、UFO キャッチャーのね、アミューズメントのコントローラーをね、そのまま販売した感じ、販売というかね、景品にした感じですね。で、これで気をつけなきゃいけないのはね、こちらね、8箇所ですかね。ここにね、こういうね、細かい爪がついてます。これクレーンゲームにね、多分、セットする時のね爪の部分だと思うんですけど、結構これがね、カメラ映ってますかね、この部分がね、とんがってます。しかもね、薄いアルミ板の、とんがりになっているので、これ下手するとね手が、切れる可能性があるので、気をつけてくださいといった感じですね。こんな感じでそれぞれの面にね2個ずつついてます。で、わかりますかね、これが一番わかりやすいかもしれないですね。こんな感じでね、とんがったアルミ板になってます。はい、こんな感じです。これが一番わかりますかね、これね、私のね指から見ても結構ね薄いアルミ板になってですね、これ結構とんがってて、これねちょっとね、間違えてね手ピッてやったらね切れちゃうんじゃないかなってぐらい、鋭くなってます。気をつけてくださいと。あとはね、この、両サイドね、多分ネジで留めるとこだと思うんですけど、ここにね、このね空ナビが付けてある感じになってますね。基本的にねこの、高級なね革の、手提げの部分と、あとこれがね空ナビが付いてるといった感じになってますね。はい、こんな感じのキーホルダーになってます。で、こいつ自身はね、じゃあ何かできるのかっていうと、基本的には、触るとね、カメラ越しで音聞こえてますかね。カチ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 と言った感じでね、基本的にはゲームセンターのね、コントローラーの感触が味わえるという感じになってます。下もね、こんな感じで動く感じになってますね。はい。まあね、なんでしょうね、アミューズメント、ゲームセンターのね、コントローラーをそのまま、カラナビつけてね景品化しただけといった感じになるのでね、まあ、特段何か、あるわけではないんですけど、
まあ、ただねこの部分ね透き通った、プラスチックにしてあるのでね、中の、基板がね、まあ、ちゃんと楽しめるといった感じなのと、あとはね、実際にこのカチカチといった感触がね味わえると、まあ、結構ね何でしょうね、こうゲームのコントローラーとかね、アミューズメントゲームセンターのねこういうコントローラーね、このカチカチ感がね好きと言った方もいらっしゃると思うので、まあ、そういった意味でねこれが楽しめるんじゃないかなと思っております。まあ、これで常にねカラナビでなんかカバンにぶる下げてね、まあ気がなんかねストレス発散のためにこれをカチ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 とやって遊ぶのもいいかなと思います。ただこれね下のところにねコントローラーの先の部分が飛び出ちゃってるんでね、こんだけ飛び出ちゃってるんで、こういうとこにはねこう置けない感じですね。まあ置いたとしてもこんな風に斜めに、まあ、置く形ですかね。あとさっき言った通りね、こういうところに置いた時に、この爪の部分ね、四隅爪の部分が、下につくのでね、こんな感じで下についちゃうので、こういったね机傷つかないようにしてもらえればと思ってます。今これね私カッターマットを引いてますけど、多分これこうやって置いてねこうガーってやるとねこう見えますかね、まあ見えないかな、カメラ越しなんでね、こうカッターマットねこれ置いてねこうガーってやると何箇所か傷ついてます。なのでこれね、こういうね机、木の机であったりとか、あとはガラスとかね、そういった自分の家のね机の上、テーブルの上に置いて、これねこのまま置いときゃいいですけど、まあ、なんかこうやってねガリガリってやっちゃうと傷ついちゃうんでね、そこだけは気をつけてください。まあ、友達と 家とかね行った時とかもね、なんかこれでねお友達の家の机傷つけちゃうとね、またそれはね怒られちゃう形になると思うので気をつけてくださいといった感じですね。はい、以上ですかね。まあ、気になった点、開封して、まあ、どういうものなのかっていうところと、あと注意点がね、ありましたので、その辺をねレビューできればなと思っております。できたかなと思っております。はい、こんな感じでね、アミューズメント、ま、もしくはね日常的に見つけたもので面白いものがあった場合はね、こんな感じでお届けしておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画ね良ければ高評価お願いいたします。まあ、基本的にはこれについてはね、まあ、こんな形でしまってもらって、こういう風にね、まあ、鑑賞用としてね、置いとくのがいいんじゃないかなと思っております。はい、以上となります。今日は、アミューズメントで、クレーンゲームでね、実際のクレーンゲームでこちら、クレーンコントローラーキーリング、こちらの方をね、取ってきましたので、開封してね、どういうものなのか、あとは、注意点というのをねお届けさせていただきました。こんな感じでね商品レビューしておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が良ければね高評価お願いいたします。まあ、あとはねこれについてね何か質問事項があればコメントもよろしくお願いします。以上となります。てるてる百貨店てるかいざでした。バイバイ。